親父ギャグとは過去の戯れ、親父ギャグとは今日の活力、親父ギャグとは未来へのメッセージ、親父ギャグ予備校。このコーナーでは毎週お題に沿った親父ギャグを恥ずかしがらずに堂々と投稿していただき、公共の電波で公に発表しようというものです。大阪市場長手の親父ネーム、ネガポジさん、45歳男性。あんたいつまで南の空を見上げてんの？もう10時ですぜ。あともうちょっと見たいね。南見てもう10時ですぜ。南10時ですぜ。南10時せ。おやじ。中浜に。中でよかった。5番目、京都南区にお住まい、おやじネーム、カレーシューおやじさん、47歳男性です。この夏は太陽に日焼けしてお肌がちょっと痛いよ、痛いよ。おやじ。中浜に。おやじっぽいですけどね、こういうのは。6番目、兵庫県加古郡にお住まいの親父ネーム、貧乏とんでけでんさん男性。ケンタロウくん、お星様見に行こう。あらごめんね、ケンタロウ今留守なの。ケンタロウ留守、ケンタウルス。おやじ。分からへんかった。中浜に。中浜に。ケンタウロス、ケンタウルスね。ケンタウルス。うまいことでも考えてますけどね。ケンタウルス。私が無視やったというだけで、ほな大浜にしておきましょうか。みんな知ってるんですか、この星の名前。でいいんじゃないですか。ですか、はい、みんなが知ってるんだったらば大浜にかなと。知ってる人を知ってる。知らん人、まあ中でいいんじゃないですかね。はい。すいません。ではラストでございます。はい、神戸たるみにお住まいの親父ネーム、発電機さんです。早稲田実業の斉藤くんは何座でしょうか。ハンカチ王子。ハンカチ王子。おやじ。王子。王子座の王子や。つか。残念ながらでした。ハンカチ王子、ハンカチ王子。王子。残念でございましたね、はい、ハンカチで思い出しましたが、この間横山隆史師匠とお仕事で一緒になって、出しはったハンカチはやはり赤でございましたね、ブルー出しはんのちゃうかな思って、うん、ハンカチ王子流行ってませんよ、ね、あ僕もハンカチ王子、それがだんだん親父ギャグ的にハンカチ王子さんになってました。ハンカチ王子さんやって、おじさんよね、はい、そんな言ってありましたね。そうですか、はい、いろいろつことはんねんね、はい、はい、大ハマりが今日は2つ出ました。最初の、1つ目がイスカンダルに行ってイスカンダル面白いね。で、もう1つが流れ星や願い事しよう、何しようかな、騒がしくなりました、こら今何時やと思ってんねん、雨竜星。この2つが大ハマりでした。僕もイスカンダルがいいんじゃないですかね。カンダル、では親父ネームモッチーさん大賞決まりました。賞金5000円をお送りします。皆さんも恥ずかしがらずにこの親父ギャグ予備校にネタをお寄せください。郵便番号 530-8304 毎日放送ラジオ、さてはとことん菊水丸、親父ギャグ予備校の係でお待ちしております。来週のお題も天体にちなんだ親父ギャグでお待ちしております。